プマプンク遺跡は UFO の発射台だった。皆さん、こんにちは。今回の世界じっくり紀行は、プマプンク遺跡について紹介していこうと思います。世界には、実は宇宙人が作ったのではないかと噂される遺跡がたくさんあります。エジプトの大ピラミッドに始まり、イースター島のモアイ像、イギリスのストーンヘンジ、ナスカの地上絵などなど、宇宙人の噂がつきまとう遺跡はどれも古代に作られたとは思えないほど精巧で緻密な構造体ばかりです。今回ご紹介するプマプンク遺跡もまた宇宙人の関与が噂される古代遺跡。ピラミッドやモアイ像に比べると日本での知名度は低めですが、プマプンク遺跡はユネスコの世界遺産にも登録されている貴重な場所なんです。そして海外では最も宇宙人の痕跡が色濃く残る遺跡の一つとしても有名になっています。海外の研究者たちはプマプンク遺跡のどこに宇宙人の存在を見出したのでしょうか。今回はプマプンク遺跡の概要とそこに残る宇宙人のヒントについて詳しくご紹介していきましょう。ボリビア多民族国の古代文明、ティワナクとは。プマプンク遺跡はティワナクと呼ばれる文明の古代遺跡です。この文明自体が日本ではちょっとマイナーなので、まずはティワナクについて軽く説明しておきましょう。ティワナクは現在の南米ボリビア多民族国に存在した古代文明です。南米の古代文明といえばインカ文明を思い浮かべる方も多いと思いますが、ティワナクはインカ文明よりも以前から存在していました。文明の起源は紀元前まで遡り、最盛期は西暦750年から1100年頃だったと言われています。ただしティワナクは非常に謎の多い文明で、詳細な時期や暮らしぶりの記録は残っていません。なぜならティワナクの人々は文字を持っていなかったため、彼らの遺跡には文献の類が一切残されていないからです。建築物に刻み込まれた図像や土器などの遺物から調査が進められていますが、文字を持つ他の文明に比べると調査の進みが遅いというのが現状です。ちなみに単にティワナクというと文明ではなくティワナク遺跡を指すことも少なくありません。ティワナク遺跡は宗教施設を含んだ古代都市の遺構で、今回ご紹介するプマプンク遺跡もティワナク遺跡の敷地内に含まれています。オーバーテクノロジーの塊、プマプンク遺跡。プマプンク遺跡はティワナク遺跡の中心部から大きく外れた位置に存在します。中心部付近は観光施設として開放されているため人通りも多いですが、プマプンク遺跡は人里から幹線道路へ連なる道沿いにあり、一般的な観光客はあまり立ち寄りません。ティワナクの遺跡群はその大部分が加工した石材で構成されています。その中でもプマプンク遺跡の加工は群を抜いて成功。真っ平らに切り出された巨岩や綺麗な円形にくり抜かれた立方体などがそこら中に転がっています。プマプンクの遺構はどれも建築機械のない時代に作られたとは信じられないほどの完成度を誇っているのです。落ちている石の一つ一つがオーバーテクノロジーの塊だと言っても過言ではありません。もちろん膨大な時間と労力をかければ機械がなくとも石材加工を行うこと自体は可能です。きっとティワナク文明の中にも天才的な石工は何人もいたでしょうから、彼らが世代交代を繰り返しながら数百年かけてプマプンク遺跡を完成させたと考えるのも不自然ではないでしょう。ミリ単位での正確な仕事も非常に硬い石材の加工も全ては古代の職人技だったと乱暴に片付けることは容易です。しかしプマプンク遺跡の不思議はそれだけではありません。近年の調査においてプマプンク遺跡の加工には鉄が用いられていないと判明したことも大きな謎の一つです。岩を切り出したり緻密な装飾を彫るためには現代人でも鉄の道具を使用します。鉄製品を用いなければ硬い輪を削るのは難しいですし、仮に切り出すことができたとしてもミリ単位で装飾を施すことは不可能に近いと言えます。それなのにプマプンク遺跡を作った人々は鉄を使っていないというのです。そのためプマプンク遺跡を調査した研究者は口を揃えて、まるでレーザーで切り出したようだと驚きます。言うまでもなく、数千年前に栄えたティワナク文明にレーザーが存在するはずもありません。もしも彼ら古代人が石材の加工にレーザーを使用していたとしたら、それはきっとレーザーの技術を有する文明、すなわち宇宙人が関与していた証拠になるでしょう。古代人はどうやって巨石を運んだ？石材の加工技術もさることながら、プマプンク遺跡に使われている石材の大きさも大きな謎の一部です。現在プマプンク遺跡に残っている石材の多くは長い年月の中で破壊されていますが、これらの石材はもともと巨大な一枚岩を加工したものだと分かっています。岩の重さは小さいものでも数トン、重いものになると100トンにも達するのですが、果たして古代人はどうやってこれだけ巨大な岩を運んだのでしょうか。そもそもプマプンク遺跡は標高 3700 メートルという非常に高い場所に位置します。一帯はほとんど食用植物が育たない過酷な環境であり、かつてはこんな場所に国家レベルの人が住めるはずがないと考えられていたほどです。住むことも登ることも困難な高台にティワナク文明の痕跡が発見された当時、学者たちは大いに驚いたといいます。近づくことさえためらわれるような環境に古代人たちは100トン級の石材を大量に運び込みました。使われている石材は安山岩と呼ばれる火山岩の一種なので、現在のプマプンク遺跡の位置で取れるものではありません。古代人はわざわざ何十キロも離れた場所で石材を切り出し、巨大な石材をプマプンクに持ち帰ってきていたというのです。もちろん人力で。何百年もかける覚悟があれば不可能なプロジェクトではないのかもしれませんが、それほどの時間と労力をかける理由が今一つ理解できませんね。この謎がプマプンク遺跡と宇宙人の存在を結びつけるもう一つの要因になっています。重くて硬い安山岩を人力でプマプンクまで運ぶのは現実的ではない。ならばあの大量の巨岩は人類ではなく宇宙人によって運ばれたのではないかといった発想ですね。確かに UFO の一つも貸し出していただけるなら、古代人にだってプマプンク遺跡を容易に建造することができたでしょう。牛や人をふわふわと吸い込んでキャトルミューティレーションしてしまうような我々のイメージ通りの UFO が実在していたならばの話ですが、プマプンク遺跡は UFO の発射台だった。プマプンク遺跡の正体については面白い学説を唱える研究者がいます。それはプマプンク遺跡は UFO の発射台だったというもの。ここだけ切り取るといかにも荒唐無稽に聞こえてしまうので、根拠を説明しておきましょう。まずプマプンク遺跡にはアルファベットの H の形をした石材が大量に転がっています。この石材が何のために使われていたのかを想像した時、多くの学者は積み上げた時に安定する形なのだろうと現実的な想像をしました。しかし一部の研究者からは乗り物を運ぶレーンによく似ているとの声も上がりました。電車を走らせるための線路しかり、モノレールをつかませるレーンなど H 型のレーンは乗り物の発射台や滑走路の構造として多用されています。 H 型にしておけば縦横それぞれの衝撃にも耐えやすくなりますし、平たいレーンに比べても車輪が脱線するリスクが大幅に減らせるからですね。プマプンク遺跡に残る大量の H 型ブロックが乗り物用のレーンだったとするなら、彼らは何を走らせるためにレーンを設置していたのでしょうか。もしもそれが地球に訪れた UFO のための発射台だったとするならば、いろいろと古代のドラマが想像できてしまいそうですよね。まとめ、ティワナクはインカ文明以前に存在した南米の文明。プマプンク遺跡はオーバーテクノロジーの塊。まるでレーザーで切り出したような岩が多く残っている。プマプンク遺跡の場所まで岩を運んだ方法が不明。H 型の石材は UFO の発射台だったのではという説も。かつてプマプンク遺跡に宇宙人がいたとしたら、彼らは何のために地球へやってきていたのでしょうか。古代人を刺激して地球を支配するため、それとも地球人に協力して文明を発展させるため。今となっては真実は過去の彼方です。個人的には UFO の発射台を作っていたという点にヒントがある気がします。 UFO の故障で地球に不時着した宇宙人が宇宙に帰るため古代人に協力させて発射台を完成させたとか、その代わりに石材の加工方法を教えて文明を発展させたなんて考えるのも面白いと思いませんか。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらのボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。